はい、こんにちは、まえちゃんねる前原です。はい、今日はですね、こちらでございますね。トミカシステム大回転道路セットです。はい、トミカシステムですね、新しい大回転道路セット出ておりましたね。ずいぶん前に出てて、ずいぶん前に購入したものがようやくまたお披露目でございますね。まあ、そこにずっと置いてあった。そうだね。これはですね、トミカをこうやってね、クルンと回すやつだね。今ちょっと当たっちゃったけどね、クルンと回すやつ、トミカではよくあったのかな、こう一回転するやつってね。どうなのかな、ジェットコースターみたいな感じだよね、これね。それで箱の裏側にあるようにですね、いろいろですね、他のセットと組み合わせて遊ぶことももちろんできるみたいだね。はい、今回は、まあ、とりあえず開けてそのまま遊んでみましょうか。そうだね。で、次回ですね、なんか組み合わせて遊んでみましょう。そうだね。はい、ということで、じゃあまず開けていきましょうか。はい、よいしょ。おー、やっぱでかい。でかい、大回転道路。あ、これ刺さっちゃってる。あ、もうこういう、これ、これワンパーツなんだね。これが大回転道路。そうだね、で、B パーツかな、一番こう主のところだね。いろいろ走らせてみたいね、トミカね。じゃあちょっと、組み立てていきましょうか。はい、はい、はい、ということで組み立ててみましたね。こんな感じだね。はい、全体像見えるかと思いますけども、2つのでっかい橋脚の上にこの橋があるね。で、ここなんかね、ここに駐車場があるんだよ。すごい高いところにね。パパ申し訳ないけど、こんなところに駐車できません。そうだね、高いとこ怖いから、まあ、それはどうでもいいんだけど、それでこっからもうものすごい急坂、それで急坂降りて、ここで一回転してこの、まあ、外に出るという感じだね。で、今は何にも他のセットつなげてないので、今ここね、あのブロックしてますので、他は行かないよね。じゃあ初めて今からやるけど、これやってみましょうか。はい、エシンくんやってみてください。どんな感じになるかな。おー、裏になっちゃったね、もう一回その子だけ、もう一回やってみよう。あー、これひっくり返っちゃうの、これ中の人申し訳ないけど、これはかなり危険な状態だね。だってさ、宙返りの時にここで一旦落ちながらもこうなるんだよね。よし、ちょっと今度は島次郎の車で行ってみて。ちょっと待って、ちょっと待って、島次郎の車で行ってみて。はい、おお、島次郎の車で行ってきた。パトカー。パトカー行ってみます。ね、おお、パトカーも行ける。パトカーも行ける。トヨタエクサも行ってください。おお、行ける行ける。スバル BRZ か。これかっこいい車なのにね。うん、行ってほしい。あ、行って行って、今回行って行って行った。この日産フェアレディ Z ね。はい、あ、行ける行ける。行った行った。行けるね。じゃあ今度はカーズのメーター行ってみようか。はい。はい、おぉ、メーター行った、ギリ行った。うん、普通これ落ちるよね。じゃあ次はフランチェスコ・ベルヌーイね。はい、ちょっとレーサータイプだけどいけるかな。おぉ、いけるいける、行った行った、余裕だった、これ余裕、超余裕。重心が低いから簡単に回るんだね、これ、てかこれだんだんだね、こっち側に来てて落っこっちゃいそうだった、ね、そうだね。はい、じゃあ続いてはトミカ・トーマス行ってみましょうか。はい、トーマス、うん、トーマス頑張れ。ダメだった、トーマスひっくり返っちゃった。もう一回やってみる、で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 、あー、ダメだね、やっぱ軽いんだな。よし、じゃあパーシー行ってみよう。パーシーも一緒かな。で、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 引っかかっちゃった引っかかった、で、あー、ダメだ、やっぱりね。じゃあちょっと長めのジェームス行ってみましょう。はい、これさ、ここ引っかかってんだ。じゃあもうこのまま発車させた方がいいわ。はい、よし。でーん。ジェームス行った。行った？本当に？じゃあ今度ゴードン。はい、一番長いから一番大丈夫かもしれない。行ってみますよ。でーん。ダメだ。行った？車だと行くんだ。近いじゃん。これ一番安定してるやっぱりね。うん、ゲーム超変、超変な回転してた。トーマスとゴールドの連結、はい、うおトーマスがすごい勢いを落ちてしまった。じゃあ車4連続で行ってみますね。はい、はい、じゃあそこで見ててください。いくよ、せーの、はい、パトカ
どいね。てーてーてー。はい、ということで今回はトミカシステム大回転道路セットでした。おー、両方成功。